こんにちは。今回の Q&A2 つ目なんですけども、ここ10年から15年ぐらいで第3次世界大戦が起こると思いますかっていうね、ご質問です。まあこれね、今そういうふうに不安に思われる方も多いと思いますけども、実際に第3次世界大戦今行われているんではなかろうかと思います。少なくともそういう認識でなければ全然時代を読み取ることができないと思うんですよね。まあ、表向きはロシアがウクライナに侵攻してるってことですけども、じゃあウクライナを支援してる国とロシア側についてる国ってどうですかね。はっきりしてるじゃないですか。実際に世界中でドンパチが起きてるのが世界大戦ではなくって、例えばね、第二次世界大戦の時も世界を巻き込んだと言われてますけども、結局はあれでしょ、日本が世界中から爆弾食らっているだけでしょ。もちろん局地戦っていうのは各地で起きていましたけども、慢性的にまあ、国家を害するようなことが起きていたのは、まあ、アメリカが日本に攻め入ったってことだけでですね、まあ、支援している国は様々ありましたけども、どうなんですかね、ドイツもあんな感じになりましたしね、イギリスももうご存知のようだったと思いますし、スペインやポルトガルどうだったですかね。太平洋戦争と言われる大東亜戦争を語るときに出てくる国っていうのは、振り返ってみても結局アメリカと日本のこの2国間の戦いというふうに見えて、日本と同盟を組んでいた、まあね、ドイツとかね、それから日ソ不可侵条約を組んでいたソ連とかね、それからアメリカを支援していた世界各国、解放された東南アジアの国々、まあ、こんな構図じゃなかったかなと思うんですよ。で、今第3次世界大戦が始まっていて、それが見える形ではね、ウクライナの一角にロシアが攻め入ったってことにしかなってないわけで、でも実際に、まあ、経済とか情報とか人材っていうのは世界中がここを中心に起きてる、動いてるわけなんですよね。まあ無関係でいる国ってのは今一つもないと思うんですよ。まあそういう意味で第三次世界大戦は起きていて、しかもこれがいつ終わるのか分かりませんし、続くとしたらじゃあ広がる戦火はどこまで行くかってことはこれから見えてくるんじゃないですか。まあ、この機に乗じてね、中国が台湾有事を誘発するかもしれませんし、そうなるとアメリカは二正面作戦を取っていくためにウクライナと日本に軍事支援を求めて、当然、まあ、平和安全条約とかね、それから集団的自衛権のもとにアメリカが軍事活動を開始したら日本もそこに参加しなければならないわけなんですよ。で、今アメリカは軍事活動をしていません。軍事支援をしているだけです。だからまだ均衡は保たれてますけども、まあ、アメリカを本格的に参入するってことは日本も本格的に参入するというね、これもう二人三脚ですからね。もうそうすると、あれ、なんか危ないことが起きてきたのかもしれないねっていうふうに私たちも分かるんじゃないかなと思います。でももうちょっと先を読むとそういうことなんですよ。もうすでに始まっているよってことですよね。実際に物価が上がってきたりとか、交易が滞ったりとかするわけですよ。これ大東亜戦争とか、それから第一次世界大戦と全く同じで、もっと言ったらね、日中戦争の時も同じようなことが起きてるわけですよ。アヘン戦争の時も影響は世界中にありましたからね。だからもう起きてるっていうのが回答じゃないですか。起きてるけども実感してない人が多いだけということでございます。単なる値上げが起きてるわけでも、単なるコストアップが起きてるわけでも、単なる円安が加速してるだけでもなくって、ここには確実に戦火というもののね、影響があるというふうに認識しなければ、国際関係っていうのは読み取れないんじゃなかろうかと思います。